ごぼうの塔の奥野隆史様、今回翼の塔の黒川敦彦本人と対談もしてくれまして、今回の緊急事態条項を止めようという動きに参加してくれました。ありがとうございます。新落ち登場。こんにちは、ごぼうの塔の、代表をやらせていただいてます奥野と申します。よろしくお願いします。昨日一昨日かな、あ、2日前か、新宿ハロウィンでね、新宿のセンター街30年ぶりに歩きまして、僕らの頃は親父狩りとかね、そういう言葉があった時でセンター街怖かったんですけど、まあ、ずっと1時間ぐらいね歩かせていただいて、その3日後にアルタ前に集合するとは思いませんでしたね。いや待ってました。いや、ありがとうございます。奥野最高。たまに自分はもう何をやってるんだろうっていうふうに思うことがあるんですけど、昨日ちょうど三橋 TV で、また2回目出演させていただいて、で、まあ、いろんな方から今日 LINE が来てたんですけど、まあ、今まで僕30回ぐらいコラボさせていただいてるんですけど、まあ、昨日の三橋 TV すごく良かったよっていうふうに、まあ、今日 LINE をたくさんいただいてました。 今日の、デモ行進もそうなんですが、まあ、これは、まあ、緊急事態条項を止めようということ で、例えば、まあ、日本以外の諸外国だと、まあ、若者も政治に参加するっていうことは別に普通に当たり前のことなんですよね。でも日本はなんか芸能人も自分の意思表示をしたらダメだとかで、芸能人が意思表示すると芸能人のくせに政治のことのなんか分かんないくせに何言ってんのよっていうことで叩かれるんですよね。でも政治、実際選挙になったら芸能人とか有名人をスカウトしに行くじゃないですか。だから、まあ、そういう矛盾を感じながら、まあ、日本は政治のことをねこう語ったらダメだとか、若者が政治に参加したらダメだとか、なんか格好悪いっていう風潮を作られるんですけど、ただこの緊急事態条項を含む憲法改正だけは最終的に、議員立法を通されると国民投票になります。で、この日本という国は1億562万人の、まあ、有権者のうち5000万人が選挙に行くんだけども、5000万人が今選挙に行ってないんですよね。まあ、だから私は一縷の望みがあると思ってます。まあ、要はまだ5000万人半分眠ってるわけなんで、じゃあその半分眠ってる人をどういうふうに起こしたらいいかな、政治とか、選挙とかにそもそも興味がない人に対してどういうふうにこう伝えていったらいいかなっていうことで、いろんなことにチャレンジしながら、まあ、私は模索してる状況なんですね。まあ、その一つがメイウェザーなんですけども、最高。まあいろんなことを言われますが、まあ、でも私は別に損得勘定でやってるわけじゃないので、なんかこう YouTube の再生数とかね、本当にこうなんだろうな、僕モンシロ町って呼んでるんですけど、こう有名人とかがね何かこう相たたたっていうことをして、で叩かれた時にさっとこう身をかわしてその人のことを攻撃するっていうね。だからある番組でも言わせていただいたんですけど、まあ、香川照之さんの話だって、まあ、3年4年前の話を今持ち出してきてとかね、宮迫さんの話だって4年前5年前の話なんですよね。だそれでみんなでこう一斉に一人の人を叩くっていうことじゃなくて、そういう時に自分が反対側に立てるっていう練習を若い人もした方がいいし、まあ、私自身は6年間タイムラインというものをやってきて、自分の生い立ちに近いことまで全てこうほとんどさらけ出して書いてきたんですよね。で、高校時代に520人の1学年520人の高校で私だけ留年して、で
次の年も自分が留年して、で妹と並んじゃって、でまあ山田さんという校長先生に校長室に呼び出されて、お願いだからもう学校を辞めてほしいと、まあ、お願いされたんですよね。で分かりましたっていうことで辞めたんですけど、まあ、その留年した理由っていうのが、私は高校1年生の2学期からずっと答案用紙を白紙で出してました。で白紙で出して、その裏に長文をずっと書いてたんですね、全教科で。それ何を書いてたかっていうと、まあ、例えば黒板に先生がずっとなんとかなんとかって書いて、で間こう四角くくり抜いて、ここが次のテストで重要だぞとかってやってたんですよね。でこんなくだらないことに、こう16歳とかの若い大切な有意義な時間を1日8時間も10時間も拘束されるのがすごく嫌だと思って、こんな無駄なことをしたくないと。もっと高校の授業っていうのはこうディベートしたり議論したり自分の意見を言ったり、いろんな、なんかその今までの中学生とは違うことをさせてもらえるんだと思ってたと。でもこんなことして何の意味があるんだっていうことを全教科のテストの裏に書いてったんですよ。そしたら日本史の穂坂先生っていう先生だけが80点つけてくれて、花丸をずっとつけてくれてたんですよね。でも日本史だけ成績良かったんですよ、白紙で出してたんだけどね。でもそういう先生ってなんかすごい、この年になっても50歳になっても覚えてるし、で自分自身がこう羊の群れみたいに佐藤さん、田中さん、山田さん、鈴木さんのが右へ行くから私もって言うんじゃなくて、なんか今の若い人たちが100人中99人が右へ行ったけど、俺は左だと思うから俺は左へ行ったんだというような練習をした方がいいし、で相手に合わせた時点でもう自分じゃないじゃないですか。だって相手に合わせてるんだから。じゃああなたって何なの、あなたらしさってどこにあんのって言った時に、相手に全部合わせてしまったら、人にどう思われるか、見え方見せ方ばっかり考えてたら、本当のあなたって何なのって、それをみんな見失ってるんですよね、最近の若い人っていうのは。だから俺はこういう風にしたいからこうするんだと、でそれが褒められようが否定されようが非難されようが、成功者っていうのは絶対に少数派なんだよと。その理屈が分かってないですね。ずっと羊の群れに埋もれてたら、あなたは一生成功者って呼ばれないんだよと。で成功ってのはお金のことじゃないです、何かで突出することなんですよ。だから羊の群れにずっといたら、あなたは永久的にずっと一生突出しないんだよ。じゃあその練習って何歳からするの、40歳からするの、50歳からするの、60歳からするの、違うよ、今だよと。チャレンジすることに年齢関係ないので、今あなたがやりたいと思ったことを誰かにどう思われるかなんて気にすることなく、あなたがやりたいと思ったことを今一生懸命やったらいいんだよ。で1ヶ月後2ヶ月後また別のことをやりたいと思ったら、それを頑張ったらいいんだよっていうことを、なんか今のその若い人たち、友達の作り方を知らない、まあ、こういう難しい時代なんで、若い人たちに伝えていきたいし、あとみんなで民族大移動みたいに、この人を叩けみたいなね、そういうかっこ悪いことを、かっこ悪いんだよっていうふうに大人が教えてあげたいですね。いや、その通り、僕の最高。僕いろんなチャンネルで言わせていただいてるんですけど、この47都道府県を僕は赤穂浪士の中心蔵のね、赤穂浪士の47市になぞらえて、で来たるべき、まあ、ジャッジメントデーですね、日本が本当にもうやばいんじゃないか、やられちゃうんじゃないかっていう日が、私は300日から500日以内に来るんじゃないかと思ってるんですよ。でそれが私の思惑が外れたら外れたで、私は嬉しいんですよ。日本が生き残った方が嬉しいんだから。でも300日500日後に、あ、奥野が言ってたようなことが起こってきたなとか、不穏な空気が流れてきて、どうしようどうしよう、やばいやばいってなって、それから動いても遅いんですよ。その通り。だから今のうちに47都道府県みんなで手をつないで、オールジャパンで世界一、もうレベチですよね、
レベチのこの素晴らしい、世界一素晴らしい、この美しい日本っていう国をみんなで守ろうという運動をして、そこに集まった人たちっていうのは損得感情じゃない人たちなんで、もしこれで日本を本当に守ることができたら、一生の友達、一生の財産、一生の仲間になると思いますよ。だから僕はあの300日ね、あと500日、まあ、皆さんと一緒にあのこの日本ってどれだけ素晴らしくて、でどうしてもこの国だけは諦めたくないよねっていう活動、運動を皆さんと一緒にあと300日、500日ね、やらせていただけたらいいと思います。まあ今日はその、記念すべきというか、私たちの活動の中の、まあ、一日ということ でこれだけ多くの方が、お集まりいただいて、で今からね2時ぐらいからこう更新するんですかね。私もデモ更新って人生でやると思わなかったんですけど、まあでも黒川さんがおっしゃるように、今回ね最終的には国民投票になるので、でその時にその時から動き出すんだったら、今からみんなでこういうことに参加するっていうことに慣れておこうよと。だからサッカーの応援をしても野球の応援をしても素晴らしいと思うんですけど、あなたの暮らしは良くならないでしょって。でも政治の応援をしたらあなたの暮らし良くなるんですよって。だ政治の応援をすることはかっこ悪いことじゃないんですよ。自分の未来とか今私たちがいるこの素晴らしい日本のことが大好きだって大声で言うことは恥ずかしいことじゃないんですよ。当たり前のことなんですよ。だからこの政治参加っていうことをね、僕もデモ行進ってなんかちょっとこういうイメージがあったんだけど、でも今日初めて参加させていただいて、で皆さんと一緒にこの輪を一回り二回り三回りね、ここから大きくしていけたらいいなと思います。今日短いお時間だと思うんですけども、皆さんと一緒にデモ行進させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。最高、奥野さん本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ここでですね、今日参加いただいているごぼうの塔の奥野氏より歩きながらスピーチをちょっとお願いいたしたいんですけれども、ドラメガを渡して何かぜひ一言お願いいたします。新宿駅の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。緊急事態条項反対のデモを行ってます。私も、生まれて初めてデモ行進に参加させていただいてます。メイウェザーに花束を投げた奥野です。ごぼうの塔奥野です。こんなことをやってたらまた叩かれますね。緊急事態条項というものをなんか皆さんね、こう若い人も頭の片隅に、入れていただいて、で私も48年生きてきて、まあ半世紀ね生きてきて、初めてこういうデモみたいなことをやらせていただいてます。でも何かこう初めてのことにこうチャレンジするのに年齢は関係ないと思いますので、なんか皆さんもこれでねスポーツを応援したりとか、なんか大好きなね、俳優さんとかを応援するような感覚で政治に興味を持っていただけると嬉しいと思います。新宿駅の皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。新宿周辺の皆さん、こんにちは。こんにちは。ごぼうの塔の奥野です。こんにちは。花束日記と呼ばれてます。こんにちは。私も48歳で、今日初めてデモ行進というものをさせていただいてるんですけども、何かをね、えいってこう始めるのに、まあ、年齢遅いとか早いとかないと思いますので、なんかこう多くの若い人含めて、国民の皆さんが
政治に興味を持っていただけるきっかけになればいいなと思っています。なんかこう野球のサポーターになるように、サッカーのサポーターになるように、政治のサポーターになったら実は暮らしが良くなるかもしれないんだよと。じゃあ自民党さん以外にどこに票を入れたらいいのと。分かんないよねと。分かんないから選挙に行かないんだよねと。でも本当に自分が面白そうだな、楽しそうだな、なんか自分たちの意見が反映してくれそうだなっていう受け皿があれば、皆さん選挙に行ったりとか政治に興味を持ったりとか、まあ、すると思うんですよね。ちょうど今年、参政党さんや、NHK 党さんや、私たちごぼうの党などを含めて、なんかこう YouTube 上とかネット上とか SNS 上で政治活動が取り上げられる元年になったのかなと思います。なんでここからね、少しずつこういう一歩一歩一つ一つ活動を積み重ねて、日本は5000万人が選挙に行ってない国なんで、だから完全にひっくり返せるんですよね。実は選挙に5000万人の選挙に行ってない方が、政治に興味を持った時に、実は全く新しいことができる可能性があると思ってます。なんでこういうね、私も今日48歳で、今日初めてデモ行進に参加してます。でもなんかこう私たちだけじゃなくて、いろんな団体、自分たちで立ち上げていろんな形で音楽を流したりして、警察に許可さえ出せばいいわけですから、誰でもいつでもできるわけですから、なんか自分たちの色を出して、面白おかしく楽しく政治参加みんなで、新宿駅緊急事態条項反対デモです。なんかこういうことをきっかけに、若い人が政治にね興味を持って参加していただけるきっかけになればいいなと思っています。なんか、ね、楽しくおかしく、面白くですね、政治参加していただけるようなことをみんなで考えてやっていきましょう。ごぼうの党の奥野でした。ありがとうございます。OK、 山根君